らにブリーズの事件を掘り下げていきましょう。まだあったのか。これまたインパクトのある事件が起こりました。何が起きた？こちらです。シークレットシール鬼畜封入率事件。どういうことだ？内容はですね、そもそも販売前にシークレットのシールが1枚ありますよと宣伝されてたわけです。こんな形でね。なるほど。でも、まあ、シークレットといっても、一箱買えば1枚は入ってるだろうみたいな、軽い気持ちでほとんどの人は考えてたと思うのよ。現に最近発売された、天使が悪魔になっちゃったのシークレット、ロココ2は、だいたい一箱買えば1枚入ってたしね。一箱に入ってる数が違うとはいえ、まあ、使う金額的には5000円使えば、1、2枚は手に入るという計算はしてたと思うの。そうなのか。ところが蓋を開けたら、なんと100個以上買っても、シークレットが出ない。マジか。噂によると200個以上買っても出なかったと言われてる。いくらかかってんだ。100個買ったとしたら、軽く5万以上はかかってる。どこの金持ちなのだ。あまりの鬼畜封入率に、こんなことにもなってる。そんなに値がつくのか。界隈はこれに金出すのなら、普通のブラックゼウスや、それなりのヘラクライズとを買うと言ってる。なるほど。でも、昔、鬼畜封入率は一度やってみたいと言ってなかったか。そうね。一回はちょっとやってみたいと言って、本家ではないけど、こういう形で実際やってくれたわけよ。そして、実際やってくれてわかった。何がわかった？やめた方がいいね。案の定、転売ヤーみたいなのも動いたし、シークレット出ないことによる悲痛な叫び声があちこちから出ていたし、これが本家でやられたら、もっとひどいことになると思うから、やめた方がいいね。前回の考えを撤回して、やめる方に考えをシフトします。そうなのか。もう少し封入率が高ければ、やってもいいかなと思うけど、このレベルはやらない方がいいね。誰も望まないと思う。次からは変えた方がいい。だそうだ。